こう唇だけ少しめくってこのように上手お利口だね。で奥にも入れてもらってこう細かく磨いてあげてください。あ上手だ上手だね。で斜め45度にですね。で前歯もこのようにちょっと磨いてもらって、ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はワンちゃんの歯磨きについて専門の獣医さんにコツを教えてもらうよ。お口のケアは健康の秘訣。最後までしっかり見てね。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。今日はお家で飼い主さんにやってほしいワンちゃんのお口ケア。ワンちゃんの歯磨きグッズがいっぱいだね。どうやって使うのか、やったことのない飼い主さんにもしっかりアドバイスしてもらうよ。専門の高橋香織先生、よろしくお願いします。歯磨き粉はつけた方がいいんですか？はい、そうですね、ペースト、歯磨きペーストは、つけてもつけなくても大丈夫なんですけれども、美味しい味のペーストが各社から出てますので、好みの味のものをですね、歯ブラシにつけていただいたりですとか、あとは、指につけていただいてで擦っていただいたりすると嫌がらずに始めていただけるかもしれないです。先生、ペーストを使った後っていうのは、はいはい、ワンちゃんクチュクチュペーって、はい、なかなかできないですよね。はい、ワンちゃんの場合はですね、もう舐めてしまっても飲み込んでしまっても大丈夫なものを使われていますので、特にゆすいだりとか取り除く必要はありません。ですのでおやつの代わりとして、ご褒美の代わりとして使っていただくことも可能です。はい、歯磨き口を触ったりとか、シートで歯を磨いたりとか、あと歯磨きをしたら必ずご褒美をあげてですね、歯を触られると口を触られるといいことがあるという性の条件付けをしていただくことが大事です。はい、ステップその1、歯磨きのステップなんですけれども、はい、いきなり歯ブラシを口の中にですね、このように入れて磨くとですね、嫌がってしまう子が多いです。はい、ですのでまずは口の周りを触って、指で触ってください。飼い主さんの指が一番受け入れやすいかと思います。はい、でこのように触ってもらって、口のマズルの周りだったりとか唇を少しめくっていただいて、嫌がらなければご褒美をあげるというところから始めてください。それだけでいいですか？はい、最初はそれだけで大丈夫です。口を触られていいことがあるっていうところの条件付けの最初のステップです。はいはい。で、口をめくったり唇を触ったりして嫌がらないようであれば、口の中、指をですね、口の中に滑り込ませて少しこのように
こすって歯を触ってみてください。最初は指のままで大丈夫です。そうすると口の中に手を入れても大丈夫だ。指が入ってきても大丈夫だ。で、その時にまたご褒美をあげて、口の中に指が入ってくるといいことがあるというふうに教えてあげてください。そこまで。はい。先生、根気がいりますね。そうですね。ゆっくりですね。はい、嫌なことじゃないということを少しずつ教えていくことが大事です。はい、最初からこう押さえつけて、歯ブラシを入れて、ゴシゴシゴシと強い力で磨いてしまうと、ワンちゃんは恐怖を感じますし、もしかしたら痛みも感じるかもしれません。そうすると、次につながらないです。それが嫌なことだという認識になってしまって、継続することができなくなってしまうんですね。なので、押さえつけて一回完璧に磨いたとしても、それは次の日から続かないことになってしまうので、ちょっとずつでもいいので継続させるということが大事だと思います。先生、はい、全然経験のないワンちゃんが、はい、歯ブラシを入れさせてくれるまでって、はい、どれぐらいかかりますかね。そうですね、全然経験のない子ですと、はい、少なくともその慣れさせるところに1ヶ月ぐらいかけていただいても大丈夫かなと思います。はい、毎日ちょっとずつご褒美を持ちながら、口を触ってもらって、口を開けたり奥の方まで指を滑り込ませたりしてですね、このようにですね、歯を触るところ、歯茎を触るところから始めてください。で、ただこの模型のように歯周病がひどい場合、口の中に痛みがある場合は最初に治療です。なので麻酔をかけて痛いところの抜歯をしたりですとか、治療をしたりして痛みをなくしてから歯磨きを始めることが大事です。はい、痛いところつつかれるっていう、もう悪の条件付けになっちゃう。そうなんです。なので口を触ると痛いという思いをさせない、なるべくさせないということが大事です。で、口の中を触られることに慣れさせるのは子犬の頃からしていただくのが一番いいかなと思います。はい、子犬の頃から口を触られていると、口を触れるのが当たり前のことだ、日常のことだというふうに教えることができるんですね。それもご褒美使っていただいて構わないんですけども、それがまあコミュニケーションの一環として、こう頭を顔を撫でながら一部歯を撫でてもらうと。で、それでも嫌がらないように慣れさせていくっていうことが大事です。語りかけなどしながら。そうですね、目を見たりとか、楽しい雰囲気を作っていただいて、こちらの緊張が伝わりますので、飼い主さんもなるべくリラックスをして、で、口の中を触っていただくということが大事です。はい、はい、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。ステップその2。じゃあまず歯茎と触られるようになったら、はい、なったら次はですね、指状の指以外のものが入ってくるという風な経験に慣れさせていただく。はい、なのでこういったデンタルシートを使っていただいて、はい、これを指に人差し指、利き手の人差し指がいいかなと思いますけども、このように巻いていきます。指の形にびっちりと巻いていきます。はい、でこのような指の形にシートを巻いていただいて、同じように触っていきます。指の形をした指以外のものが入ってくるというステップになります。で、
こういった形で唇の下に指を滑り込ませて優しくこすってあげてください。でその時も大きく口を開けなくて大丈夫です。口を開けると嫌がる子が多いですので、口を開けずに唇の隙間にこのように入れていただく、うーん、ような形で大丈夫かなと思います。横にこするんでいいんですか？そうですね、横で大丈夫です。横の方がより広範囲といいますか、いろんな歯をですね、1回でカバーできるかなと思いますので、このような形でこすっていってあげてください。でこちらもこういった形でですね、内側は、はい、内側は磨けそうでしたら、もう口の中触られることにあまり抵抗がなければ少し開けてもらって、このように磨くような形になりますが、内側は少しハードルが高いです。はい、ですので、最初は外側から慣れてきたら内側も磨けるようになるとより良いかなと思います。はい、はい、でその時にこのシートだったりとか口の中に入れたものを飲み込まれないようにしてあげてください。はい、ここをしっかり持ってですね、飲み込まれてしまうと異物になってしまいますので、必ずこのぴっちり巻いてもらって、でここに持ち手があるものもあります。はい、そういったものですとここで持っているので、これが剥がれてしまってもちゃんと口の中から取り出すことができますので、しっかりと巻いていただくということが大事です。例えば市販の除菌シートとかはダメなんですか？はい、そうですね、アルコールの成分が入っていたりとか除菌のために化学物質が入っていたりするので、ワンちゃん用のシート、歯磨きシートが一番安心かなと思います。はい、であとは、何もついてないガーゼで水につけていただいてもいいですし、タオルとかそういったものを水につけて濡らすことが大事です。濡らす、はい、乾いたままですと摩擦で歯茎を傷つけてしまったりとかすることがありますので、濡らしていただければですね、ガーゼや、タオルなどでも大丈夫です。先生、強さはどのぐらいで押せばいいですか？はい、強さは優しく磨いてあげることが基本です。どうしても汚れを取りたいので力が入ってしまうんですけども、そうすると痛みを伴ってしまうことがあるんですね。なので優しくこすってあげる、で歯と歯茎のちょうど境目ぐらいを意識してあげてください。はい、歯周病は歯周ポケットから進みます。歯周ポケットというのは歯と歯茎の間のここの溝なんですね。でそこに、シートは入り込めはしないんですけども、その周囲の汚れを取ることができます。でここの汚れを取ろうと思うとですね、やはり歯磨きが必要になってくるんです。歯ブラシが必要になってくるんですね。で次のステップはこれで慣れてくれたら歯ブラシに移行します。歯ブラシは各社いろんなものが出ています。使いやすいものでよろしいかと思います。小型犬にはこのヘッドがちっちゃくて毛が短いものが使いやすいかと思います。で中型犬ぐらいになってくると、この小さいものだとですね、カバーできる範囲が少ないですので、少し大きめのこういったものですね、毛先が幅が広いものでいいかなと思います。でこういった、360度に毛がついているものもあります。これはワンちゃんの好みにもよりますので、いくつか試してみていただいて、一番使いやすいものを使っていただければと思います。で歯ブラシをこのように、持っていただいて、鉛筆持ちで持っていただきます。このように握って持ってしまうと力が入りすぎてしまって歯茎が痛かったりですとか、痛めてしまうことが、傷がついてしまうことがありますので、必ず鉛筆持ちで持ってあげてください。で、磨き方としてはこのように毛先を歯周ポケット、歯と歯茎の間のこの溝ですね、歯肉口とも呼ばれますけれども、この歯肉口のところにこう当てて斜め45度に当てていただいて、でこのように磨いていただきます。細かく動かしてあげてください。で奥の方に行って、奥の方もこのように磨いていただくと。でその際に必ず、水で濡らしてあげてください。もしくは、好きなジェル、
ペーストがあればそういったものを使っていただいて、つけていただいて磨いていただく、このようにですね、優しく磨いてあげてください。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。歯磨き、歯ブラシに進むのがちょっと難しいという場合は、その中間ガーゼと歯ブラシの中間のものもあります。こういったものがですね出てますので、こういった指を入れて指状のもの、歯ブラシがついたものですね。でここが、シリコンでできてまして、ここを握ることができますので、ワンちゃんに取られることがないです。なのでここでこう持っていただいて、同じように指の形で口の中に入れていくということができます。そういったものを使っていただいても構いません。であとはそうですね、こういう360度の毛のものもこう磨いていただいて、これはどこでも当たると毛がこの歯にこのように当たるようになってます。ただワンちゃんによっては好き嫌いがあるかもしれません。唇の方にも当たってしまうので、そういうのが苦手な子の場合は、まあ、こういった歯ブラシですねを使っていただくといいかなと思います。毛先が柔らかくて、でヘッドがちっちゃめのものの方が受け入れやすいかなと思います。 CM の後、実際のワンちゃんが歯磨きに挑戦。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。初めての歯ブラシに挑戦するのは山本さん家のボンヌちゃん。今はどんなお手入れしているんですか？3日に1回とかぐらいで歯磨きのシートを使って磨いているような感じです。はい、じゃあ今日は先生に歯磨きを、はい、ということですが、はいはい、シートが、まあ、シートができているということなので口の中触らせてくれるんだと思うんですけども、そこからなかなか歯ブラシにステップアップすることが難しいのかなと思うんですね。なので今日ちょっとそのあたりをですね一緒にしてみようかなと思います。よろしくお願いします。ボンヌちゃんよろしくね。お願いします。なるほどなるほど。このように少し奥の方にですね歯垢歯石がつき始めてきています。少し歯茎の炎症もありますかね。いつも抱っこなんですけど、はい、こう指にこんな感じでやってます。素晴らしいですね、上手。歯ブラシを使うとなんか、はい、結構嫌がっちゃう、嫌がって、はい、なるほどなるほど、しまう。こんな感じで汚れが取れましたね。これ歯垢ですね。すごくガーゼは上手に使えていると思いますし、まあ、ボンちゃんも多分慣れてて使いやすいのかなと思います。で、なので、まあ、
今の段階であれば刺繍ポケットそんなに深くないのでガーゼで代用するような形でもいいのかなとは思うんですけれども、はい、もしちょっとずつでも可能であれば、うん、歯ブラシにしていってもらうと今後刺繍ポケットが進む深くなってきた時にですね対応しやすかったりとかあと予防にもなるのかなと思うんですね。はい、どうかな、あ好き、これ好き、あ好きだね、これ好き、これ好きです、これやつ好き。今チキンフレーバーのペーストはすごく好んで舐めてくれるのでじゃあこれを使ってみましょうか。で、ブヌさん小型犬なのでなるべくちっちゃめのものを使います。で毛先がですね今歯周病がそんなに進んでるわけじゃないのでこの平坦なフラットのものを使ってもいいかなと思いますのでこれを濡らしていきますね。必ず水で濡らすようにしてください。で、その上にペーストをつけます。一回指に取るんですか？あ、そのままつけていただいても構いません。はい、はい、で、ペーストが好きなのでこのペーストを歯ブラシから舐めさせるとですね歯ブラシをそんなに嫌なものとして認識しなくなるんですね。なのでペーストを上げるときはですねこのようにペースト歯ブラシから上げていただいてもいいかなと思います。で、少し慣れてきたらはい、じゃあちょっとこっち向けるかな。利き手の方に持っていただいて鉛筆持ちをします。口を大きく開けないで唇だけこうやってめくっていただいてここから入れていきます。で、ペーストが好きなのでこうやって舐めてくれるんですけどもその時にこう横に少し動かしていただくとこういう形ですね。2人いたらいいですよ。そうですね、本当は2人いればいいんですけども、うん、なかなかね、うん、時間が合わなかったりとか一人暮らしで飼ってらっしゃる方はですね難しいと思いますけれども2人いるとよりこのような形で、うん、お利口だね。気持ちいいね。で、頑張ったらまたご褒美としてペーストを上げていただくと。へー、おいしい、おいしいね、好きだね。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。ここをグッと持ってしまうと怒られてるような気持ちになるんですね、はい、なのであんまりマズルをグッと押さえないで、はい、こう唇だけ少しめくってこのように上手、お利口だね。で奥にも入れてもらって細かく磨いてあげてください。あ、上手だ。上手だね。で、斜め45度にですね。で、この前歯もこのようにちょっと磨いてもらって、よいしょ。このように縦にこう磨いていただいたり、横でも大丈夫です。前歯は敏感な子もいます。前歯を磨いて嫌がるような場合は、奥の歯から磨いていただくような形で嫌がらないところから始めていただくのが大事です。で、できたら褒めてあげてください。頑張った、頑張ったね、よしよし、頑張った、ご褒美もあげようね、はい、早かった、ご褒美がいい、はい、ご褒美、ご褒美、はい、どうぞ、おいしいね、おいしいね。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。
心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。あとはこういったガムをですね、使ってご褒美にしていただいても構いません。おむちゃん、今何キロぐらいですか？3キロですね。そうすると2から5キロのものを使っていただいて。食べる？アレルギーないですか？大丈夫です。で、こういった形で飲み込んでしまう子は、このように持った状態で噛ませてあげてください。あ、上手だね。で、ガムに関しては一生懸命噛むときはどうしても奥の歯で噛むことになるんですね。なので犬歯だったりとか前歯に関しての効果はあまり高くないです。で、奥のこの第四前臼歯、口の上の一番大きな歯ですねに関しては、ガムを使うことで歯垢歯石をですね、摩擦で落とすような作用が期待できると思います。この形もですね、それぞれの販売されているメーカーさん工夫されてまして、これはこのように細かい溝がついていて、あ、欲しい、食べる、歯にですね食い込むようになっています。そうすると歯の表面の歯垢歯石がより落ちやすいというふうに言われています。ガムを例えばちっちゃくこう刻んでもらって、で、もう飲み込んでも大丈夫なぐらいの大きさにしていただいて、でこちらに持ちながら歯ブラシを当てていただくと、歯ブラシ頑張るとこのガムがもらえるというふうに、歯磨きを頑張ってくれる子もいますので、そういった形の使い方でも大丈夫です。はい、じゃあこれで一連の歯磨きは完了ということですか？そうですね。で、あと下の歯だったりとか内側はまた口を開けても大丈夫になったら、でもちろんそれができればいいんですけれども、無理にこじ開けて歯磨きをしてもなかなか続かないですので、ストレスがかかる前にやめていただいて、ご褒美をあげていただくというのが大事です。だいたいその歯磨きをする期間、はい、感覚っていうのはやっぱ毎日した方がいいんですか？そうですね、一番効果的なのは1日に1回していただくことです。で、ただなかなかまあ飼い主さんもお忙しかったりで難しい時があると思います。なので、歯垢が歯石に変わるのがワンちゃんの場合3日から5日というふうに言われています。なので3日に1回歯垢の状態で落としていただければ、ある程度進行を抑えることができるのかなと思います。で、歯磨きじゃなくても、例えばちょっと大変だった日、忙しい日はガムだけあげていただいたりとか、今日はペーストだけ舐めさせていただくっていう形でもいいと思います。飼い主さんにも負担のない範囲で続けていただくっていうのが、はい、大事かと思います。はい、今日先生の歯磨きご覧になってどうですか？やっぱりそのペーストを使って美味しいものを使ったり、そのガムを美味しそうに食べてるのを見ると、やっぱりストレスがないなっていうのは、やっぱり一人でするとなんかやっぱり無理やりしてしまっているのかなとか思ったりとかもするんですけど、そういうペーストとか使ったらもっとやっぱりワンちゃんにとっても嬉しい時間になるのだなと思いました。どれくらいの割でやっていこうと思いますか？はい、ガムは毎日でもいいかな。でも歯磨きは3日に1回は絶対しようと思いました。先生、それでいいですか？はい、素晴らしいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頑張りましょう。食べた？もう食べました、満足そう。ボンヌちゃん、よくできました。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。
猫ワン。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。